はい、これよーい、はい、そうそう、で後ろ足をこれを長く強くじゃなしに短く強くな、ポンとポンと、うん、一瞬に大きな力を発揮するというような感じ。そうそう、後ろ足ね。でまずこのトレーニングをしっかりやってあげるように、でこれをこれがまああのその短くてパンってこう強く蹴れるようになってきたら、あの前足にグンとこう力が乗って飛べるよう、前足も飛べるようになってくるから、まずこれを、まあ、1日例えば、10回2セットやるとか、うん、やってあげるように。ほん でそれ と、ストリームラインが組まれへんから飛び込んだ後に、だからその状態でピュッと一瞬にしてストリームラインを組んであげる練習ね。よーい、はい、そうそう、この状態ね。よーい、はい、そうそう、その状態。まだ今動画映ってるだけマシやな先最悪やだけど、はい、ピュッと一瞬にな、もう一回よーい、はい、そうそう、その練習をしっかりとパン、あのスタートちゃんと今横着かましたからね、ちゃんと構えた状態からよーい、はい、ストリームラインをしっかり組んであげる、よーい、はい、そうそう、そうそう、だからほんならそれをしっかり癖づけておくと、あの入水するときにきっちりとあのストリームラインが組んで、あの水に入ることができるから、まあまあまあ、まずとりあえずこの2点で、まあ、あとはまああの普通 のジャンピングスクワットとか、あのジャンプしてパチンって叩くようなやつを やっとったらいいかね、はい。